当時は、まあ、その時は、朝4時半出発で、もうすごく眠くてバスの中で寝ていたんですけど、で多分衝撃で起きて、その時は自分も何が起きたのかわからない状況でした。そうですね、もう本当に、自分は、まあ、怪我もしてましたし、動けなかったんですけど、もう本当にたくさんの方がこうサポートしてもらって、もう安静にできる場所に、連れてってもらったので、特に、焦って取り乱すとかではなく、ずっとぐったりした状態だったかなと思います。まあ、事故に遭って次の日も、二重に、見える時があったんですけど、時間が経てば経つほどこう視野がはっきりしてきたので、大丈夫だろうなと思って思ってたんですけど、練習再開した時に、ずっと二重に見えるなっていうのがあって、まあ、再検査、してもらいました。そうですね、まあ、再検査もしっかり受けて、許可も、トレーニング再開していいっていう許可も出たので、まあ、いきなり、ハイペースで練習はできないですけど、少しずつ、トレーナーさんに体の状態をケアしてもらいながら、練習に取り組めているので、すごく充実感もありますし、自分の体のキレも少しずつ戻ってきているなっていう、感覚はあります。